新日本プロレス真夏の最強戦士決定戦 G1 クライマックス。記念すべき25回目を迎えた真夏の祭典は全19大会のロングラン。猛暑吹き飛ぶ熱き戦いが日本全国で繰り広げられた。そして史上最も過酷な戦いもついにクライマックス。2015年の夏男がここ両国の舞台で決する。 A ブロック公式リーグ最終戦、ジ・アウトロー・ドクギャローズ VS ザ・レスラー柴田勝頼。 IWGP タッグ王者として G1 に挑んだドクギャローズだが、シングル戦ではその圧倒的なパワーを存分に発揮できず、2勝6敗勝ち点4で最終戦を迎える。対する柴田勝頼は一時単独首位に立つも、大一番となった 8.8 横浜での棚橋戦、 8.11 後楽園での天山戦で敗れ、首位争いから脱落。腕の負傷を抱えながらも激闘を繰り広げてきた男は最後までこの G1 を戦い抜く。 A ブロック公式リーグ最終戦、ジ・アンダーボスバッドラックファレ VS 崇高なる大泥棒矢野トール。真壁、棚橋、イブシら強豪から圧勝し、その存在感を知らしめたバッドラックファレ。しかしAJ スタイルズとの同門対決で敗れ、首位争いから大きく後退となった。対するは反則活動に余念のない敏腕プロデューサー矢野トール。3勝5敗勝ち点6という平凡な成績も、勝敗度外視の YTR 劇場極みの名人芸がこの夏波乱を起こした。A ブロック公式リーグ最終戦、スターダストジーニアス内藤哲也 VS 猛牛天山広義。何がやったんじゃ、おい、なめんなよこら、おい、あーつわぎやろ。新日本プロレスオフィシャルスマホサイトのインタビュー記事から勃発した2人の因縁。不穏な男の不穏な夏、制御不能となった内藤哲也は5勝3敗勝ち点10で最終戦を迎える。対するは G1 男として不甲斐ない成績となった天山広義。怒りの猛牛がこの夏の鬱憤全てを内藤哲也にぶつける。両国のリングでぶちのめすんや。 A ブロック公式リーグ最終戦、ゴールデンスターイブシコータ VS 暴走キングコング真壁闘技。2年ぶりの出場となったイブシコータは期待を裏切らない好勝負を連発。しかし勝ち星は思いのほかついてこず、最終戦を待たずして首位争いから脱落した。対するは4勝4敗勝ち点8でリーグ戦敗退となった真壁闘技。だがこの男は倒れない。男の生き様、本物のプロレスを今宵も見せつける。 A ブロック公式リーグ最終戦、フェノメナール AJ スタイルズ VS 100年に一人の逸材棚橋博史。史上初の外国人 G1 制覇へ、 AJ スタイルズは6勝2敗勝ち点12で最終決着戦に挑む。対する棚橋博史は初対決となったイブシとの激闘を制し、大一番の 8.8 柴田戦でも勝利を収め、 AJ と同じく勝ち点12でファイナル進出に王手をかけた。勝った方が優勝決定戦進出。真夏の祭典、その頂点に近づくのはどっちだ。極上の男たちが見せる極上の戦い、夏を極めろ。
栄冠を勝ち取れ。バディファイトプレゼンツ G1 クライマックス25 in 両国。